草分けとは、最初に土地を開拓して、村落を作ったもの及びその家のこと。芝切り、草切りなど多くの異名を持つ。展示である分野や、専門の先駆者を草分けと呼ぶことがある。元来の草分けについては古文書などで確かめられる、事例と平家を中る度伝説、神殿開発など、各種伝承と結びつけられた事例がある。 後者の場合には特定の個人を草分けとする例と、複数人とする例がある。複数の場合には七人によるものとする伝承が多い。近代以前においては、草分けとされる家が、代々、名主、庄屋などの村役人の地位を占め、そうでない場合でも村内に、複数の分家を有する宗家として発言力を有した。祭祀の場や土地、用水などの共有財産の利用権に関しても、 優先的な地位を占めた。これは、地方の村落に限らず、江戸においても、徳川家康に従って、町々の基礎を築いた草分けな主、草分け町人は、江戸幕府から町年寄りに認じられ、江戸城での大きな祝い事の際には途上してその、一端に参加することが許されていた。近代以後の社会の変動や、草分け家計の断絶によって、草分けそのものが忘れ去られた地域も、 少なくない。だが、一方で、名簿家としておもんじられ、現代においても、地域社会に、一定の影響力を有する者もいる。ありがとうございます。